馬長殿。この状況ね。それは我らだけ。よう。長谷堂での戦いの後、芝生らは酒呑童子の行く太鼓、そして同時に浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが酒呑童子を捕らえるため人質を解放する。偵察して私たちが追っていた妖魔はこの先、この先、あのご位置が捕らの愛する、お今行くぞ。真偽の槍、ただまっすぐに貫くのみ。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。僕は人間だ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。本体は正面から巨匠を攻めよう。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を探すのだ。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。者ども、奴らを消し出せ。一、待っていてくれ。それがしな必ず救い出してみせる。メロ様は俺が助ける。いい子いい子さ。どんな世界で人を人を思っても素敵なことは、ここに聖斎殿が囚われているはずだが、一部屋ずつ探していくしかないな。潜入時に無理しすぎた。しまった、見つかったか。この痛手では。ここまでよ。お前たちいつの間に正面の舞台はおとりか。見つかると厄介だな。慎重に行きましょう。さすがのご活躍です。
ってあげるからね。マシャノリ。いや、おねね様がご無事ならいい。おねね様を救出できた。なら本気で行かせてもらう。私を手元に留めておきたい。トウタク殿の審美眼もなかなかのものです。ですが、カゴの中の蝶は本来の美しさにはほど遠いもの。解き放たれ、自由に舞ってこその美。今こそ披露しましょう。ウシカ、イチ。長政様、会いたかった。これで人質は全員救出できた。あとは四天童子を捕まえるだけね。なに、わしの女たちが奪われたじゃと。いえ、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。お、まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。天才の誉れ高き勝士だ。主人に不倫が。大田君、明日
さりやられるとは。ここは引いておくか。おい、四天王寺、このクズ、お前も一緒に来るんだよ。そもそも東卓には何の義理もないのだ。やられるか。いつが四天王寺を狙っているのだ。いいなら死に、やられてたまるか。眩しいほどの働き。私を捕らえる。さて、改めて問う。お前は何者だ。名は四天道士。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。お市様が今私の打つところで、ああ。やったぞ。この人。解明に。だが私は、じゃあ俺たちもが